感あるよね。これあのディアルガとかパルキア簡単に操られてると。あ、これこの悪意にサカルルルルルルサカルルル大卒の時間発揮する。あれ来たな。いや5体いんな。ギラティナレックーザー思考ですね。まあ、これ強かったらな、俺は好きやけど。何そのポーズ。チャージビームとシグナルビームだったら普通に。あ、持ってったもん。でもサンダースよりは硬いイメージあったけど、普通に持ってったもん。ラストアンジョンこれ6体持ってんだよな。怒涛の9勝。じゃあ四天王戦挑戦する前に、まあ今の俺のね、このパーティー見てほしいんですけど、若干レベル上がってるじゃん。みんなね、戦えるトレーナーすべて、ほぼすべて戦ってきました。なんで、多分現状考えられる限り、今から戻ってレベリングしようって言っても、レベリングで戦えるポケモンがいない。だから、一応多分これが下準備最終形態。で、技が、見てこの強者感漂う技構成。破壊構成なくなったわ。青空プレートも拾ったんでね。最近ね、覚えた。で、見てください、皆さん。断蜜がなんと攻撃技をついに失いました。いや悩んだんだよなこれ。道連れ覚えてさ、いや回復指令な、攻撃指令もうもはや使わんかなと思って、じゃワンチャンの道連れ持ってきたわ。で鈴木ムクは何も変わってないんだけど、多分47レベルでエアスラッシュ覚えるんだよね。まあ、エアスラ覚えたらちょっとこの悪魔の技構成変えようかなと思って、まあ、とりあえずこのままに落ち着いてるわ。でこいつはまあ変わらずかな。でもあと4レベルで滅びの歌を覚えるよ。もうこいつも同じですね。バレバンシザクロ羽休め鉄壁で再起ネウと教え技で不意打ちを覚えさせたビッグママに先生技。しかもこいつさ特殊とさ A と C 全然違うかと思ったら別に変わんなかったわ。どっちも低い。なんかいろいろとアイテムゲットしたけど無駄なアイテムばっかりだな。か技マシンが一応、あ、元気のかけらが2個、不思議な飴7個やばくない。実質かけらやん。回復3個、塊1個、すごきず2個、満タン1個。これで白ナまで今からの5連戦をしのぎきるしかない。よし行ってみるか。まあ、やってみんと分からんわ。懐かしい波乗りバグしたここでよく。俺このリョウってやつ割と好きなんだけど、四天王界でもトップクラスのイケメンじゃないこいつの。なんか登場シーンといいシュッて降りてくるよね。かっこいいよねこいつ。ヤンマ出してくんの。なんだ俺の最一人目の一匹目から俺の最高レベル。え、俺ほぼ全てのトレーナー倒したはずなんだけど。ちょっと技エフェクト切ってる、切ってたわ。そういやちょっとエアスラで死ぬんだけどね。まず技エフェクトつけていいですか。ちょごめん一回さ先にちょあれせっかくだから技エフェクトつけたい。めっちゃあいつのなんだっけ光の顔クソ険しいな。これ始める時の BW1 のさ主人公が一番険しい顔してるイメージあるけど、男も女も光もなかなかだな。やっぱりまあ多分三角だろうな。いや待って三角どころじゃないか。半分いかない。ええ6V これ。これ6V っすか。ちょっと待って、え、1匹目から勝てないんだけど。これ先生の爪メガヤンマとかいう悲しい存在使いたくない。いやまあとりあえず一発入れてくれたらハッサムのバレパンかミノマダムの不意打ちでいけるはずなんだけど。抜いてねえじゃん抜いてねえじゃん助けて。答え値いじってんだろこれ。え、断蜜耐えないお前。え、これ耐えるでしょ。お見えた。 OK 分かった。ちょっとこのあれでいこう一体一体死なれたら困るから、今回リセット多めになっちゃうけど、あいつ、あの今の戦法でいこう。それしかない。一回アイテム使ってしまったらもうその回で倒すしかないから。
オッケーオッケーオッケー。あ、俺オーブン開始しなかった、ごめん。とりあえず水で入った、ちゃんとなっていたわ。いや、メガヤンマさえ突破すればでしょ。あと何使ってくるか知らんけど、あと何、ガーメールとミノマダム3体、ガーメールゴミの実の砂の実の草の実の一発まで行くわ。ドラピオン、そうドラピオン使ってくる。あ、ビークイーンか。これ何してくれるんだ、有効じゃないでしょ向こうから。鉄壁相撲ほぼパーティー見、なんか俺の剰余感みたいなさパーティー使ってくるのやめてほしいんだけど。だるだいで、パワージン持ってるからさ引けないんだよな、ここはぁ、あ、ちょ、俺プレッシャーで PP 枯らされる。わかった、おい、ヤグマリで挑発入れる。読まれた、終わりだ。ちょ、待って、勝てない、待って、マジでやばい、俺勝てるビジョン見えなくなってきた。分からされてんだけど、一人目から上位互換で、いや、独特できるやつがさ初手で死ぬっていう初手で道連れするから知らなきゃいけない。いや、ついリークイン出してくれって思ったら、あいつでミノマダムでどうにかな。なんか初手まずここ乱数とさ、ひるみがある時点でおい、負けたじゃねえかよ負けじゃねえかよ。もしかしたらさ、ハンサム乱数で半分耐えたりしない。剣舞57レベルは、なんか影分身積んできたんだけど、逆に、うわー、なんか微妙だ。次で持っていけるか持っていけないか微妙なとこ。いや、半分入るんだよな、火力だけ。当てた、あと、お父さんナイスキルショック。じゃ、B クイーン以外だったら、こうやって B クイーン来るのか。で、パワージェム打ってくるから、まあ、こいつらは無理として、ビッグマムで4倍弱点つくしかない。8には8の独特打ちだけど、8、初手で死が約束されてるんですけど。スライス抜いてるし、え、なんでこれスライス抜いてんの。4倍弱点だから、4倍弱点って何。おい、もう4倍弱点の意味調べてきてくれ。俺岩なだれにするか。いや、でもガンプーの方が、あ、どうしようかな、最近いらないかな。急所、ナイス、あー、チャラ、それはチャラ。鈴木ムクレベルアップ。嫌な音じゃねえんだ、嫌な音じゃねえんだ、お前覚えてほしいの。いや、すらなんだよ。え、ドラビもさ、いけないこれ、ビッグマムで。柔らかい砂自身いけるぜ。レベル高っけ。うわ、氷の牙とか持ってらっしゃる。いや、一発当たる、さすがに。ドラピオン別に火力は高くないはず。通った、バレパン圏内。いやー、でもさっきの4倍弱点のあれだったら無理だよ、無理。半分削れたら拍手、ブラボーうわー、氷の牙読みでハッサム変えるか。やれるとこまでやってみるか。もう回復とあれ押します、使って勝ってから考えよう。あ、ツバメ返しも持ってる。言うことなくないこれ。あ、言うことない。毒アークだもんね。これ鉄壁詰めるチャンスよ。あと後ろ誰だ、虫テープで杖つながってっけ。ヘラクレスハッサムとかでしょ。物理だったらいけるぜ。虫使いとか俺のパクリしてるくせに、そんでもって規約違反してるっていう。あと2体だろ、だっていけそうじゃない。でも鉄壁積んでるから、まあ、ヘラクロスに有効じゃないけど、こっちもバレパンで殴りまくれば
インファー、いける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 、これはいける。これさ、回復アイテム何も使ってないけどさ、どうする？このまま突き進んでいいか。一応 B クイーンしか犠牲者は出てない。かけら使うか不思議な飴使うか迷うな。いや PP のね、回復アイテムは結構ある。普通の回復よりもそっちの回復の方がある。ハッサンミラーハッサンミラーだるくね。え、これってバレパンとシザクロどっちの方が入る？あ、虫に虫は当倍だっけ。いや、いけるいける。ちょっと回復温存したいんで、ここ羽休めしてからいきます。菊の、あのカバルトン使ってくれるやつか。ギガドレイン録音させようかな。ダブルアタックって何、いらねえよそんなの。スルギの前で欲しいのは俺が。地面ババアさ、メガドレイン、メガヤンマにギガドレイン覚えさせたら4倍弱点ガンガンついていけたりしないかな。いやでもどれも身代わり、いやー、いや、いるな、いや、いるな、身代わりは。じゃあエミルはね、技スペないんだよ。もう奇跡の種あるわ。この下準備するのめんどくせえからレポートが来て、いや一発がで問題ない。めっちゃ優しい表情してる菊野さん。マジおばあちゃんじゃん。生ズンズンズン。まあ、それで相手が何してくるか見るわ。身代わりで、身代わりとギガドレインのシナジーいいよ。オッケー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 、でかい。あ、でもでかくないのかこれ。砂嵐特防 1.5 倍になっちゃうじゃん相手。まあ、生ズンは関係ねえけど、後ろどうせゴロナとかドサイドン使ってくるでしょ。ここをどんぐらい入れるか、まあ、半分は入るとして、奇跡の棚の力見せてくれお前。ああ、まあ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 、そんなもんですよね。悪手。これ砂嵐のターン稼ぐために身代わり入るか。回復は使ってこない。粘りたいな、砂嵐切れるまで。ちょっと守るか。収まった。どの道カバーいるからや、関係ない。え、この次カバー出してくるとは限らないよ。だっていや出してこないでしょ。まあ、ゴローニャとかじゃない、ゴローニャがドサイじゃない出してくるとしたら。岩タイプのメガヤンマに弱点つけるやつくるでしょ、カバーより先に。ほら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 、砂からして正解。これ大爆発とかしてくんねえかな。ロックブラストやめて。あ、ホノパン。え、ゴローネのホノパンぐらい耐えないこれ。無理かな。そんな回復しねえか。いいダメージ。いやー微妙。 B が硬いって噂の向く、耐えるで回復使わす。オッケー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 。食べ残しとかさ、ストーンエッジ俺で探し回ったけどなかったんだけど。だからダイパでストーンエッジが置いてある場所に悪のハートだったんだけど。でこれ落とせる。次ドサイか。いや、ギガドレインよかったな、こうやって伸ばして。なんか血迷ってエーミールに覚えさせなくてよかった。あー、ドサイドンか。いや、一回身代わり挟みたい。岩技ってさ、命中不安定な技多いし、
岩石砲とかどさいとかっけ、岩石砲とか撃ってくるか。まあどちらにしろ耐えねえから攻撃一回身軽張るわ。ロックブラストだけやめて。あ、雪なだれ、これ命中 100？ どいつもこいつも弱さ打ってこねえな。威張る入れて、まあとりあえずギアドでいっか。ハードロックだよな、半分入んねえかな。あ、半分入る、急所これ、え、入りすぎじゃない。あ、急所じゃなくてこんなの入る、ハードロックじゃないのかな。ゴローレのホノパンがさっきのダメージと思ったら、いや雪なだれは無理だな。130でしょこれ威力、無理無理無理。でも一応回復は使ってるから素早さ遅いし、地震とバレパンでいけるかよ。ナイス先生の爪、あ、グライオンいんの、いやグライオンきついな。オッケー、バレパン圏内入った。いやでもグライオンも鉄壁でどうにかならん。行ってくれ、さすがに持ってく。グライオン何してくんだこれ、まあ、とりあえず鉄壁詰めよう。マジかよお前それ。え、なんかとんでもない技持ってんだけど、ひるんで動けなかった。しかもスパチャありがとう、2万、初めてもらったぞスパチャありがとう。いやほのきはハムスしか残ってねえじゃん。後ろ冷静に考えたらさ、俺のパーティーでグライオン突破できるやついるこれ。いや素早く負けてるもんね、まあ、一発は耐えるだろうけど、それもいいわ。 B が硬いんだっけグライオンって、 D はそこまでではない。いや硬えな、かけら2個しかなくて後ろグライ、あーっと後ろあれだもんな、カバールドンだもんな。いやここでかけら無理だね、ちょっとごめん一回リセットするわ。で、 できればドサイドの時にあれを積みたい、鉄壁を積んで、で多分鉄壁ガン積みして、それでも微妙そうじゃない。断密に飴使うか、ここは身代わり貼っていこう。じゃあまあ変わんないか、まあ、HP 温存できたって考えれば悪くない。いくら 1.5 倍になっても半分いくはずだから。MK が適当にやってるだけでスマブラ面白いよ。適当にやってないって俺、適当にやってるように見えるかもしれないけど、精神すり減らしながらやってから、あれ神。え、これこのままさ、ドサイ無償突破いけるじゃん。いや行っちゃっていいよねこれ、ドサイドン 1.5 倍になっててもさっきのダメージ見るに確認いってそうじゃない。ちょ、本来の予定とは違うけど、本来はここで鉄壁ルートにはずだったけど、ハム行くよね、行く行く行く。あ、そうだ、それがあるんだ。うわ、絶妙、ガンスキー降ってきた。さすが信用地方。いや、これでグライオンに身代わり取っておける。やばい、鈴木無垢の覚醒始まってる。なんならここさ、レベル上がってさ、エアスラッシュ覚えない ?47 か49か曖昧なんだよな。はい、47になった。あ、覚えないか、さすがに入れさせていただきます。49か、あと2レベルか。49ハート54ハートいるね。54虫のささめきじゃない、氷の牙。これはちょっと磨い場で殺す、どうしようもないやつだ。自覚あるね君。俺今適当に磨い張っちゃった、危ねえ。
HP の計算しなかったすげえ適当にいけるやろみたいな感覚で磨かれちゃった。こんな溶けたし、おいどうすんだこれ。こんだけ思考回数稼いで1回なんだけど、外した終わりだ。えただのバケモンじゃん、もうこれグライオン。茨城 90% ですね。いや無理だなこれ。いやこれ無理だ。そう、ドサイドンで鉄壁を詰めルートで行こう。なんか身代わり残ったからさっきおかしくなっちゃっただけで、思ったんだけどさ、砂嵐入ってても入ってなくてもさ確認だったからさ、全員もう砂嵐のターン稼ぐ必要ないよね正直。待ってこう乱数引いたのか知らんけど、ナマズに粛清使ったもん。このチャンスオーバー勝てんのか知るか。勝つぐ、ま、いや勝てる勝てないじゃない、勝たなきゃいけねえんだ。エーミールのプレッシャーで PP 枯らすか。いつから俺のエーミールプレッシャー放つんだったんだ。身震いしかしねえよ俺のエーミール。いやゴローネの足もうちょい長く、絶対ゴローネの足もうちょい長かったら気持ち悪いって。でドサイドンで鉄壁でいいよな。上取ってんのはありがたい。なだれってさ、これ攻撃しないとよく出ないよね。あ、弱い弱い。これ前段階アップした、まあ、うまいことグライが来た時に HP を残しておきたいから、まあ、バレバーンでいくからひるみは警戒しなくていい。羽休みの PP がねえから次1回グライオンのダメージ見て回復しよう。30、30、俺の計算が正しければ30、これ炎の規模30、4倍弱点関係ねえ、30、30だ、いける、合ってんだあの計算式で、ダメージ計算ができるようになってきた。ただ俺のバレパンも30ぐらいなんだよ。次タイトルいける。で川は上取ってるから上から羽休み入れれる。よし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 、やけんなよ、オッケー、危ねえ。はあ、記憶違反されたんだけど、2個、知らねえ、あ知らねえそんなの。うわその救助意味ねえし、2個使ってきたんだけど、は知らないよそんなの。いやもう薬使うしかないじゃんこれ。キモを聞くこババーババーのくせにこいつ、ありえねえ。これ救助当ててきたら殺すちょせめてやけどとかしないで、危ねえ、あ痛いんだけどこの時代のやけど。倒すだけど、どうしようこれ。羽休みあと1回しかないんだけど、口に出すの、すいません、なんか焼けると思ったんです、すいません。何回殴れるこれ、ハッサムを犠牲にしていいかってとこですよねこれ。あいいやいいや、ハッサムの、ハッサム死んでいいや、もうこいつレベル上がっても後しかないから不思議な目使おう。こいつにさ、やけどな、何でも直すと回復の癖両方使うのもったいないから、まあもう死のう、ここはどうせ死のう。いやここで断蜜を死に出しするべきか、死に出し蜜で決めるべきか、まあそれか、ワンチャンさ無垢とかで打ち勝てん、これ岩技持ってるかな。エミールのエアスラッシュで上からぶん殴って、いや無理だな、そんなことできるわけないよ。誰断蜜出せって言ったやつ、断蜜今ちょっと手あげて、正直に怒らないから言ってごらん。
断密出させたやつ、まあ、俺も断密が最適だと思ったけど、カワールドンより遅い人間いるんだけど、ここにびっくりした。いやまあ負けることはないけど、オッケーオッケー、そう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 、でこれ鈴木ムクが倒せたらまあ関係ない、鈴木ムクもし倒してくれたら、まあ、さっきの断密の犠牲もチャラ。壁にオッケー入った。こいつ身じゃないよね。ここで勝てると思って油断しないことですよ。はい、勝てます。さっきのギガドレインが超高ランス引いて、今回超低ランス引いて、こっちがストーンエッジ当たるとかそういうこと起きない限り勝てます。はい、勝ち。しかも HP をマックスにして、かつレベルアップ。さあ、不思議な飴を、意外と順調だな。ヤグマリ47、矢口マリーとさ、エミールなんかレベル上げてんのはいいけど、一回も使うとこないんだけど。俺ラスボス好きだぞ。俺ラスボス好きだぞ。さっき飴使っちゃったもんね。もう アイテムを使ったということは、もう後戻りできないということ。まあ、とりあえずレポート書いたし、まあ壁よけにはなるから一応蘇生はしとくけど、でこの HP 関係なくね、思ったけど全員ワンパンでシナモンだって。あ、 HP ないようなもんだって。全員これ HP1 だ、抜け人だ。俺のパーティーよく見たら全員抜け人 VS グラードンじゃん。今から始まるの49で覚える。いやそら、そう使うよ俺。一回使わせて。トンボ返りだ、トンボ返りだ。無理だ。あれ、え待って、いやそれマジで54じゃん。そしたら最初に出てくるヘルガーに勝つ手段がさ、だってもうビッグマムの先生の爪自身しかない時点で終わってんだよ。あーもう一回ちょっと、あ、一回ちょっとやるだけやってみろ、うん、何も考えず、考えるのやめるわ。全部守ると、あ、守ると言われて殺すわ今から。それで勝てる気してきた。なんかギガドリーンをなんか違う虫タイプの技に変えたいけど、大文字とか成してくれたらな。全体的にさ、しかもギャロップとかゴーカザルとかでしょ、あと素早さが。今で入ってその後何すんだって感じだけどな。全員イバミガで殺していいもん。あまりにも害悪戦法で、あ、やばい、勝てる気して、勝てる気がしてきた。あ、もうそうだ、回復がないんだ。ほう、ええやん。もう勝てばいい。今んとこギガドレするぐらいだったら守れてよかった。せめてギガドレ変えろ。ないんすよ技のシーンが。シザークラス覚えるかな。まあ、でも物理なんて大したことないしな。ヘッドロバックだ、舐めすぎだよ。え、これ残しとくべきじゃない？鈴木ムク。ヘドバック読みキララでいくわ。わあ、読まれた。誰がいらないこの中で。いや、いらないやつしかいねえ。さよなら。冬地圏内、冬地圏内入ってると思います。さすがに無理。ギガドリーンがでも違う技だったら確かに可能性は感じんな。いや、エアスラッシュ、いや俺の中ではもう今エアスラッシュ覚えてる3段だったのに。
ヘルが突破したわ。あ、もう勝てる気してきた。全部イバルで実証したら勝てるわこれ。ちょ、次何出してくるのこれ。鈴木ムクに対してブースター。何ブースターって、舐めてんだろお前。何じゃけんこいつ。ブースター、いやレベル高くね。 バグだろこのレベル相手。せっか持ってんだけど。もう言われなくしたら、言われなくなっちゃった。お前ガチ両刀きた。いやエイミールがあやすらで全部ひるませるしかねえじゃん。じゃあエイミールそもそも抜いてる。あ、避けたし。なんかしかもブースター抜いてねえのかよ。もうな、ダメだエイミールダメ。あ、弱い。もう C2 段階下がって、ブースターの C なんて大したことない。それが2段階下がって耐えなかったのか。終わりだよ本当に。いや終わりだ。ドクドク影分身身代わりイバル。いやあのね、あれなんすよ、守るがないとダメなんすよ。守るがないとね、初手上取れない。あーですよね。じゃあここに毒を合わせて守りが今段合わせるしかないか。断密ルートあり。てかこれしかないよな。もうそれこそさ、影分身じゃない？これ影分身じゃない？ここで粘っても意味ないんだよな。結局ブースターの前でさ、これあれじゃない、なんかあのキッコの時と同じパターンでね。これなんかムクがさ活躍しすぎて、あ、じゃこれ、まあ、いやここまで来たらさ、ここまで来たらさ、これムクの世界線見てみないか。いやムク頑張れるんじゃない、まだ。ここまで来たら、え、せっかく壊れなかったよ。この断密のさ、一回ちょっと防御指令ルートじゃなくて、これいけるんじゃない、このまま。え、薬使ってこないの。どうしよう俺。であのブースターが毒で、あの混乱で自傷してくれるんだ。あそこ回復入れるべきだったな。身代わりが張れないから。おい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 、なんか流れおかしくない。ここ相手回復してくる。え、わかんねえ、なんかどういう AI なのか。待って、え、ムー君の暴走始まったけど、これどうなんのこれ。え、なんも全然わからんんだけど、もうどうしていいか。身代わりと守る何もできない。逆に困るんだけど、ここまでやられても。ちょ、いや、いいって、もういいって。あ、これ変えるか、てか毒入れるか変えるかだな。冷静に考えて絶対エミールたちのがいらんやんこれ。いや、矢口マリが一枚な。ちょ、まだ一応ここで生き残ったらまだ豪華さに一回イバル入れるぞ。おお、そいつがあれなのか、オーバー持ってるのか。やばいんだけど、なにこれ。いや落とせよバカ、お前ほんとバカじゃんお前。あ、そうか、守るの PP ねえのか。守るの PP ないのか。そうだよ。え、これ回復の薬もう相手使ってこないのかな。一応不意打ち圏内だし、バレパン圏内でもあるよ。あ、お前使えるのかよ。お前選ぶなよ使うポケモン。同じポケモンだろ。じゃ冷静に回復あれに入れるか。回復鈴木ムクに入れて、いや今のなんか鈴木ムクなの。いける気がしてきた。お、いける気がしてきたよ。で、これ身代わりできる。じゃあなんで書いた、まあ、守るの PP も身代わりも貼れないやつ残しても意味ないだろ。ちょ、ごめん。いや、これマジでマジでごめん、ミスった。え、これ俺鈴木むくり前のめりすぎてブーバーン抜いてると勘違いした。いや、マジでミスった。責任持って元気の声出すかね。い
やべ、コメント大騒ぎだ。いや、見たくねえ、今コメ欄見たくねえ、大はしゃぎしてる絶対。マウントキッズに殺される、こんなの。ちょ、鈴木ベック黙らせてくれ、そいつらを。俺が叩かれる、この後。お前黙らせてくれ、頼む。おお、まあ、今はコメ欄で俺叩いてるやつがいるとしたら、まあ空中にエアップっていうことは間違いないよね。このルートも見えてないんだっていう、あ、こうなることすら読めんのかっていう、もう言いたいよね。まあ、結果論でしか物を語れないために伝えたいわ。まあ、結果論で物語っていいなら一番の勝者今俺だよね。結果論俺が一番いいもんな。豪華猿ってさ、先生技持ってんのこれ。いや、持ってても持ってなくてももう威張るしかないのか。いや待って、威張るよりも毒、いやでも一回ちょっと守ってマッパ打ってくるか。マッパだったら4分の1だから絶対耐えるから普通にこの技だと思うけど、あ、雷パンチね。オッケーオッケーオッケー、雷パンチか。いや、威張るか。おかしいな。いや、ここ毒入れるわ、ちょっと強気に。まあ、自傷しないんだったら守るだったけど。いや、守るか。いっつもこういうラメになるよな。いや、ここ守るだったな。神盤打たせるわ。いや、でもフレドラ打ってくるかな、さすがに。いや、あ、待って、フレドラだったら、え、もうさすがに薬使わない、相手フレドラの自傷でいけない、これ。毒とフレドラの自傷で、でかあれでバレパン圏内一応入るはずだけど、薬使われたらもう知らん。薬使われたらもう知らん。いや、3個はないだろ、3個はない。うわー、そうだ。いや、まあ今のは、まあ、途中の守るは俺が悪いわ。まだワンちゃん、ある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 。え、しろん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 ってか、ブブブブブ、これバクロってあんまり良くなさそうだけど、良くないだろ。はぁ、もうつまんねえ、ほんと無理じゃんこれ。もうやばい、ヘルが本気出してるよ。2回オーバーヒー入って、でこう回復の癖使ってくるとして、なんでさ、え、なんか分かる、 なんでブースターに回復の癖使ってあげないの、キックコは。ね、キックコ、なんでお前回復の癖使ってあげないの、ブースターに。え、本当に理解できない。え、マジかわいそう。やめよこいつに毒入れんの、かわいそうだ。無理、ヘルガーに使わないの無理なんだけど、普通に。初手断密はね、さすがに無理。ブースターのオーバーヒートをあんだけやらせてようやくって感じだから。どっかで毒入れて回復使う前に殺してえな。ここまではいいんだよ、これ理想なんだよ、理想。エアップって何の略か未だに知らない。エアップウィズのこと言ってます。あの、回復使っちゃうんだよね、こうなったら。
くらいの厳しさ。こんなしょうもない悪口言ってクビにされたらもう生きていけないよ。冗談のつもりだったんですよ。ちゃんともうなんかみんながそういうの言うから面白いかなと思って。まあ、身代わりが壊れてくれんならいいわ。あ、てかもうこれ理想じゃない？理想じゃない？あ、ようやく、あ、ようやく俺のやりたかった世界線来た。あ、もうようやくだわ。やっと、もうこの状況になるまでにお前何時間かかったよ。こんな簡単な状況、これでよかったんだよ。で、さっきはこっからあのブースターのバグがオーバーヒート外しまくって計画が崩れた。これで身代わりにオーバーヒート打たせればいい。それでいいんだよ。で、毒も入れない。毒も威張るも入れない。それでいい、それでいい、それでいいんだ。で、これこの HP はもう一回電光石火してこないから、てか電光石火死なないから、でこれオーバーヒートもう一回打ってくる。そうそうなの。でイバール入れたらギガインパクトで死ぬので、これ電光石火来るから、電光石火をヤグマリで受けて、でヤグマリに最後のオーバーヒート受けてもらって6段階ダウンした状態で、なんでそれでギガインパクトギュシャって死ぬんだろ、どうせどうせ。そうでもねえ、ギガインパクトじゃないにしろ、なんか先に当たってくれた、ありがとう、ありがて、先に当たってくれたこいつ急所でかすぎ。来たわ。しかもみんなさっきと違う点運としては、今回は道でなく影分身もあるんだよ。さあドック入れるか。であと詰めるのが影分身1回防御指令1回、影分身1回防御指令1回回復指令1回で直し、まあ悪くない。でここで回復指令入れて次か。うわ、まあ、なあぶねえ。いや回復指令やってよかった今。いや急所当たっちゃったせいであれを入れる暇なくなっちゃった。やけどの話また入れなかった。まあまあ避けれる分余裕あるでしょ。これで勝てないわけない。この完全体が、完全体がってかもう勝ってる。なんならこっから負けることがあるとしたら、フレドラまず俺に当てることが難儀やから、これそもそもの話で。なんかちょっと怖いわ、使ってな。よし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 、まあ、ヒルミだからそれ。ボール投げろとかお前、いいよ、モラル的に考えろよ。失礼だろ普通に。いや投げたら確かにターン消化できるかもしれないけどさ、普通に失礼だろ。バカかよ。いっけー。どうせこれ切りちゃうだって回復指令積んどけばよかったってなったら、モラル、モラル気にするやつの戦い方じゃない。ないのは確かに、まあ、それは、まあ、言い返せないわ。まあ、全部の技はまた、ただもう疲れも全部使うか。イエーイ、ヤクロモンスターボール投げられて、お前こんなことされてんのに、お前無視合に負けるんすか。ちょっとヘルガーで買いましょう、打てばいいだけなのに何やってんすか。あら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 、いくらなんでもちょっと外しすぎない、当ててくれてもいいっすよ、防御指令積んでるから。頑張れペーパン、頑張れ、あっ頑張れブーバー、いけ、当てろ当てろ、破壊光線。小学生だ、びっくりしたわ。いや、やってくると思ったわ。え、舐めてるでしょ今また。ひょい、ここはもう、いや、じゃあズルして回復の薬使っちゃうって。うぅ、ギャッ、あ、お前、まあ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 、ちょっとなんか いろいろと不穏だけど、まあ、うん、てか、痛くね、防御力済みでこんなくなる。イエーイ、ブーバーに破壊光線を出してるやつ。解放者の PP 早くつけてくれ。やだ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 、でこうなるの本当。
おかしいってマジで、本当におかしい、なんでこうなるの。10万ボルトじゃない、まあ、その10万ボルトだけ絶対打てよお前、10万ボルト以外打ったら絶好、なんで当たってわざわざしかも急所当てんの。いやもう君、いやもう豪華サルフまだいるんだ、ここまで来て、OKOKOK、ここまで来て運ゲーじゃん、もう残されたの俺に。あ、俺回復しないといけないじゃん。あ、よいしょ、まだ頭回ってるわ、まだちょっとだけ頭回ってるわ。そうだ、これあれだ、鈴木ムクに回復入れとかないとマッハパンチする。いや気持ち悪いことしてみたわ。でこれで最後あの対面、いやもうここに来て運ゲーかよ。で不意打ち関係ない、不意打ちして落とした後に回復するか不意打ちする前に回復するかの2択だから別に変わらん。結局ここでイバル当てないと意味ない。フレアドライブなら、みんなの命を落としたらフレアドライブの反動ダメージで死なない、これ毒と合わせて。で威張るか、あ威張った方がいいか、威張った方がいいよね、絶対威張った方がいいわ、当てた、よかった。あともう 50% 50% だよ、 50% 信じて、1回もうここ1回だけでいい、もう全部動いていいかなと。もう急所も当てていい、急所も当てていいし、バトも当てていいし、ただ1回だけ受賞して、あよし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 、勝てる、これで勝てる。オッケー。でもここ毒入れちゃおう。マスターボール投げるか、これもう。やーい。お前の豪華さで言うこと聞いてないでやんのって。わろたー。これさ、まだ相手さ、あれある？回復ある？もうさすがにない。さすがにないわ、よかった。これどうだ、何個使った俺今回、かけら1個も使ってない。ちょっと待って、みんな整理、頭整理、これ進んでいいよな。まモンスターボール大量に消費しただけで、何消費した俺、もう僕覚えてない、記憶ない、この試合の記憶なんかあのブーバーンに破壊されてから記憶なくなった。次ハッサム1体で OK、 まあ神撃だ。ドータくん、なんだダイパのエスパーが思いつかん。ドータくん、え何がいるっけこんなやついたっけっていうか、フーディングは出してくるのか、アバリアード久しぶりに HP マックスのボトム見た、なんか自分で。これ起点か、もしかして。これ鉄壁詰めってこと。いや鉄壁あんま関係ないね、みんな特殊だね、エルレードぐらい。物理で投げてくる、ドータ君とか何してくるの。おいお前無駄に急所当てんな。リフレクのターン、フーディンも言うことないよね、気合玉ぐらいあるとして。あ気合玉、これは耐える。このパンチャーレム、チャーレムいいんだ、てかエルレードもいいのに痛いんだけど、ほんとにタイプフィッチ、これ痛すぎるんだから。さあ質問です、これ回復の薬使ってくる読みでシザークロスを打てばいいのか、それとも何も使ってこない読みでバレットパンチを打てばいいのか、皆さんどっちがいいと思います。僕はシザークロスがいいと思います。でもなんか、いや待て、思い出せ、オーバーとの戦いを。最初に回復の薬使ってきた次のブースターを見捨ててたぞ、あいつ使ってこない。僕もそう思う、適当なんだよな AI、まあ、2連続では使わないと。あ切り札に使うようになってんの、あそうなの。いやハッサム1体で無理だ足りねえよ HP。
ワクワクする戦いだ。リフレクター切れた。こいつはイバル入れても怖くないでしょ。エイビーちょっと色かすんでね。これもしかして、いや、やっちまっていいか。ノーリスクイバル、そんな甘くなかった。PP がこんなん溶けた。守るで正解。悲しみ。薬使わないと無理か。薬使っていけんのかって話だけど、え、エミール、これくしゃくしゃになるよね。絶対くしゃくしゃになるじゃん。まあ期待してない。俺先生の爪5連シザクロで勝てるくれ思ったけど、リフレクすら晴らせないじゃんこれ。シザクロの火力下がっても関係ない。どちらにしろってこれ。あ、バカだ。いや、これもう一発フーディも全員一発だ。これリフレクないから、あと気合でも外す。なんなら先生の爪、あ、こっちだ。あ、勝ったみんな勝ったよこれ。フーディでしょ、これ気合でも外すし、2割で先生の爪もある。2割足す3割は8割勝ちだ。ほら、あ、もうダメージなかった。エイフィーの最近の体力、なんならエイフィーの上取るよこれ。エイフィーの上すらも取ってしまうよ。あ、ほんとハッサム一人で勝てる。あ、すげえ。うわ、あ、よくだな、試合系最近のぐらい。ああ、ほんとにこれに爪で勝っちゃう。これ止めて、誰か止めてくれ。だからもう素早さ、かあとにいった、急所まで当てた。やばい。ドータ君は冷静に、いや冷静もないもんね。ドータ君なんて有効じゃないでしょ。シザークロスばっか、3回くらいでしょ多分。言うて入らんっすね。瞑想、あの誰こいつ切り札、こいつ怒るなみじゃないよ。なんか絶妙だな、いや絶妙だなこれ。いやだよねー。あ、今のバレパン、確かに今の、あ、そうだね、バレパンからよりもよかったね。それいいプレイングだったな。バレパンからのそれで行くべきだったが、まあ一旦、まあ、最近ねってことは威張ってもいいやつでしょこれ。つまりは今日最初から上取ってる。あ、そっか、瞑想積んでるから最近ね耐えないなこれ。まあ、そうなってくれるんだって。じゃあさ、ヤンヤンマの PP 回復してないからさ、いろいろとやばいんだけど。いやでもここはマジで焦らなくていいわ。別にこの回で勝てなくても勝ち筋は見えてるから全然焦る必要ない。エルレイドに怠慢でさ、ハッサム勝てる。これさ、銀色の風をさ、いや、エアスラか、エアスラヒレミ、銀色の風全全ノルカップすればいいか。弱っ。これ銀色の風でアップしてワンチャンさ、あの上取ってさ、エアスラッシュ決めてくんないかな。弱っ。いやこれワンチャンさ、銀色の風でさ全能力アップして上からエルレードにさ、あるよ世界線エアスラ入れれる。弱っ。いやこれ薬使っていいのか。回復の薬2個です、残りの。あ、待って、俺残り回復の薬2個、え、
え、俺残ってる回書いても回復の薬2個だってさ、みんな無理じゃん。もうえ、どうやって白菜と戦おうとしてんの俺。試練の続き外しとか言う。あー、ストーンエッジ。なるほどね。まあ多分タイマンでも勝てないのこれ。まあシザークロスの PP ないし。じゃあやることとしては、シザクロのまずハッサムの PP を全体的に回復させて、勝てるビジョンは見えた。なるほどね。え、なんで死んだのあいつ今。あ、そっか、プラスパワーの分があるのか。あ、意味なくなっちゃった。なにこいつ、はぁ、あ、キモいんですけど。ちょっと男子、胸に分度器刺さってるんですけど。見せます、エーミールが。ここでえ、粉々。あ、対面拒否できたからな。なんでよ、なんでこうなるの。バリアード起点にして剣詰めばいい。まあまあ、見返してこいお前。パート1から6の24時間分全部見返せ。釣りの前やったらお前どんだけ今頃楽だった。初手バリアードでよかった。でもいいやこいつは。え、みんなさ、ゴヨのこと忘れようぜ。ゴヨはいいや、もう次のこと考えよう。シロナについて考えとこうぜ。え、シロナの持ってるポケモンってあれ、変わってミカルゲ、ロズレイド、ルカリオ、ガブリアス。急所当たってんだけど。あ、いい羽休めそれ。トゲキス、トリトドン。あ、トリトドンとかいんの。え、トリトドンいんの。なんかあいつちょくちょく手持ち変えるからわかんねえんだよな。いや、いいタイミングよ。で、ここで毎回風鈴が出てきて、上から気合玉当てられて急所当たって死ぬっていうのはいつももう3回ぐらい見たから、もう言わない、口に出さない。俺は口に出さない。気合い玉は、え、でもいいや、口に出さない。何も喋らん、喋らん。なほ、それに。ここで出てくれればなとか、もう当たり前だからさ、もう先生の爪とか全部俺にとって。何も喋らない方がいいんだ。実況プレイ動画じゃない、プレイ動画でいいんだもん。なんか画質落ちてない、すごくぼやけてる。え、もしかして泣いてる君。ハッサムの頑張りに乗せた君が。泣いてる大丈夫、俺の眉毛で拭く。抜いとくわ、ちょっと今のうちにピンセットで。あ、でここでね、耐えてくれるのいいんですよ。これ全然いい。ガブリアス火炎補助って言うの。でもなんかこれレベル88ぐらいのガブリアス倒してる男だよ、あのアーティクの負傷の息子、不敵の息子で。ここがランスなんだよな。微妙、サイキネはいい。ここで変にコーランス引いて落として HP 低い状態でエルレードと対面するからな。瞑想積んでない状態のスローサイキネだったら大丈夫。落とさなくていいよ、むしろ。おー、今俺急所当たるって思ったから、ちなみにバルパンも挟まなかった。だ、みんなはそこまで考えてほしい。バレパンって容易に言ってる人たちは、俺が今バレパンを忘れてたんじゃなくて、ちゃんとそこをコーランスと急所っていう2つのミス字を狙ってるとこまで次からは考えてほしかった。外す。そしてハム
いや、これバルファン圏内でしょ。おや、なんか急所当てすぎじゃない？なんか3回ぐらい急所なかった。しかもこの試合もしかして俺マチスした？マキシしてたことない？気合玉よけてストーンエッジよけて先生の爪圧倒させてみたいな。しかも2連急所。これはさ、さすがにさ、不思議な飴でこいつら生き返していいんじゃないか。まあ一応こういうこともできるっていう。ビッグマム自腹覚えても全員相手レベル上だからそもそも効かないっていう。ほろみの歌きてまあ上から殴られるのはまあ先生の爪でごまかすとして、でビッグマムの回復はいらない。ビッグマムの回復はいらない。ハウリンで誰か攻撃力上げたい人います？マムか。塊は試合中使いたい。そうなんだよね、みんなそう思ってる。誰しもがそう思ってたの。塊は試合中がいいぞって、みんながみんなそう思ってる。ピンチの特権はね、食えない。そっちに技構成書いてある。ちょっと待って、初見逆に技構成見ずに行くわ。ちょっと後で見るわ。あえてね、何も知らない状態で突っ込むわ。ラストぐらい。いや、かっけえな BGM。え、なんか有効打なくね、ミカルゲってキララに絶対あれやろう。はっ、待って、あ、どんだけ押せえのこいつ。あ、高校技。いや違う、押せえ。ミカルゲ遅い上に受け切れる。え、しかも弱い。あ、急所だ。確認になってないのか。じゃあ拡散。あー、これ鉄壁。でもガブ放射持ってないの。鉄壁積むのは大いにありだけど、シャドウで一回 D ダウン引いたら終わりっていう。あ、いや、これ僕分かってないです。うん、これは攻撃してから考えようと思ったけど、これ僕分かってないです。ちょっと独特一回忘れさせるわ。いらねえ。攻撃技欲しいって言ってほしい。あ、で、ここでガブが来るのか。え、やぶちまりよい。先生の爪、滅びの歌ってこと？みんな矢口まりに不思議な飴使ってよかったねっていうコメント準備しといて。レベル高くね、なんか。え、これ耐えなくって、これ待って、いや変えよう。ガブの死は高くねえぜ。矢口頑張れ、フレー矢口元気モーニング娘。あー、なんでこいつの火炎放射で死ななきゃいけないの。え、ちなみにさ、滅びの歌ってさ、相手交代すんの？え、そんな絵ある？滅びの歌使ったら交代しますみたいな、そんな都合いい AI あります？痛い。ぐにゃん。誰が勝てるって言うんですか。じゃあ、は、交代すんの？じゃあ何のために今まで俺こいつ連れてきたの？今まで何のために俺コルトックと一緒に冒険したのか分かんなくなってきちゃった。どうする、この回で勝ったら。
バレパンで飛んでくんないかな。メモル、鉄壁王さん。なんか鉄壁押したかってね、アスタムが。鉄壁勝手に押したんだけど今ね、これ薬使われるよね。いや、ここで回復使われるよね、結局。いや、無理だ。ガブリアスとか、ぶっちゃけ先生の爪で滅びの歌を入れればよくないですか。ダメなんですかそれ。毎回こいつトンボがいい覚えるのちょっとめんどくさくないですか。滅びの歌で交換されるかどうかだけ確認したい、本当に。それは真なる情報なのかどうか。シロナはね、みんなが思ってるよりバカだよ。ちなみにポケモンが強いだけ、シロナ自体はバカ。ミクリの次にバカ、チャンピオン界だと。どういうこと。ならば粘らせてもらおうかって感じなんだけど、こんな命中不安定技打ってる時点で勝つ気ねえよ。あ、勝つ気ない。いや、まあ、ガムに滅び入れないにしろ、それこそさ、まあ、ミロカロスとかキスとかに対してちゃんと戦ってきたな。滅び打ったら交代される検証済み。いや、俺自分の目で確かめない限り検証されない。それは俺のロムだけバグってるかもしんない。でもせめて身だけ使わしたい。長い混乱してるな、なんか。はい、ね、いや、これさ、次のあー、まだ回復使ってないか。次の事象でバレパン圏内入れてくれるか。いや、てかワンチャン事象で知らない、これ。ここだよね、強気に行くとしたら。スーパーヤグヤグパラダイス。先生の爪、虫の知らせ、シザークロスですか、自分入ってました。あんまなめんねえな。おわ、え待って、嘘でしょ。おお、まだやれるってさ。じゃあ、滅びの歌でも歌っときよ。矢口さん、ちょっと待って、これちょっと待って、滅びの歌歌わないで、歌わないで、歌わないで、滅びの歌。自分しか滅ばないよ。あ、でも変えるか、これな。滅んだよ。攻撃してやめにしないか、さすがに。なんか卑怯じゃない、このポケモン。天メグエアスラッシュでさ終わるんだけど、これ。結局威張るしかないっていう悲しみ待ってるんじゃない、これ。ヤグさん、ヤグさん、これで相手は交代を挟んでくるかどうかで、ヤグチ周りの今後の運命が決まる。肉壁となる方なの、滅びの歌の要因として残すかどうか。頼むぜマジで。いや、だからトゲキス突破できたら、ガブトゲ突破できたら普通にあるよ。電撃は、え待って、電撃はってことはこれ影分身戦法通じないじゃん。
じゃない。彼女は何のためにここまで来たの。一体返して、俺の不思議な飴返して。何しに来たの、こんなところまで。でも彼女がガブリアスを倒したという事実にまだ俺のパーティーは奮起している。こっからでもやれるというところ。ナスエッジタイム。まあ鈴木ムクが頑張ってるでしょ。なんか全然入ってなかったな。不思議な色かこれ。落として。よしよしよし、威張るしかないよこんなの。虫タイプなのに虫技ねえじゃん。俺のパーティー、欲張ろう、欲張っちゃうんだ。やる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 、弱えじゃんこれ。チャンピオンなのに、チャンピオンなのに弱えじゃん。今だけで勝てる、うんちだ。チャンピオンなのに弱えじゃんこいつ。うわー、ただバレパ吹けんないか。いやー回復させそう。やってること気性すぎて、気性とか言うなよ。一生懸命戦ってるでしょうか。フェアリータイム今だけ入ってくれ、フェアリータイム。よしよしよし、ナイスケーション。お前急所当てすぎな、ほんと。ルカリオ2体だ。ルカリオ、ルカリオに侵属されて終わり。イバルでも絶対侵属耐えそう。コナゴナエミル確定、コナゴナサンキュロー。2 on 2? No, 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 no. ボロボロ、こっちのパーティー。2 on 1! No, 神速 No, no, 神速 No, 神速。シャロボ、お、シャロボ、ラス1何これ。イバル、イバルゲ、結局ゴツメとイバルBW2 から縛りに縛った挙句、最終的になってしまうのが5つ目と言わるで終わり。おー、全然負ける、こっからでも負けれる、負けらない、有効だもない。バットパンチ、ノンノンノン、罪積んだ。オーマイゴー、欲しいな。でもなんか、え、何の成果も得られませんでしたなんだけど、これ何の成果も得られないどころか終わったじゃん。無理無理無理、うん、キララキララキララ、早っ、このランド蹴んの。シュパ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 、プレッシャーがなすポケモンってかっこいいよな。実際あんま強くねえけど、プレッシャーこういう縛り上は強いけどさ、なんか昔からプレッシャーがなすポケモン貫禄あって好きだったんだよね。フィラノミって
もう4分の1、4分の1ミって全然仕様違うね。マニュープテラミカルゲー、まあ、伝説のポケモン大体プレッシャーじゃん。だってだから伝説のポケモンじゃないやつがプレッシャー払ってるとうおーってなる。まあこれ一見害悪戦法に見えて、ちなこれ断密にしかできない戦法だからね。防御指令も回復指令も独特も自分のレベルで自力で覚えた。誰が文句言えようか。でここで次が問題、何出してくるか。あ、気質じゃん。え、え、なんでこれ朝の新幼稚園も来たよ。あ、でも回復、あ、PP やべえじゃん。これどっかで回復したい。え、なんでなんでなんでこれ、あれあれ電撃派手すらないんだけど、なんでこれ。これ次 PP 回復していいってこと。これどうしてこうなった。なんか AI のバグ働いてる。これ必中技当てなきゃみたいな。あー、これスーパーモンスターボールタイムだ。来たぞお前ら大好きなスーパーモンスターボールタイムじゃんこれ。俺のゴージャスボールをくれー。なんでこれ電撃がしてくるの。いや、まあ電撃がでも大したことない。今の波動弾の約6倍のダメージ。痛くない。いや、エアスラしてこないの神。いや、影分身がメタだこれ。変に相手さ、ヒッチ技持ってるせいで AI が一番火力のある技じゃなくてヒッチ技選んでくる。おバカさん。ヒュー、あら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 。お相手し、お相手し、俺の技コースで全部見えてんのに、ここでルカリオ出してこなかったらちょっとさすがに。おい、やめてよ。俺が荒らされるじゃんこれ。ちょっとエンタメがエンタメ分かってないって言われるじゃんこれ。ちょっとシロナ、ちょっと頼むルカリオから来てくれ。次ルカリオにしてくれ、せめて。じゃないと終わっちまうこのまま。まあこの、まあ、今回そうですね、なんか虫縛りプラチナ編やってみたわけなんですけど、まあ、BW2 からぶっ続けでやってみて、やっぱ BW2 のメンツが一番ね、まあ、歴代虫の中でも強かっただけに、まあ、ギャップでね、まあ、その考えた限りプラチナが一番弱いだろうなとメンツ見て思って、敵も強いから今回プラチナを始めさせてもらったわけなんですけど、総括しますとプラチナ、まあ、マキシがキモいってことぐらいですかね。なんか思い出があるとしたら、あ、ミノカさん、ありがとうございます。よかった、ルカリオ出してくれてありがとう。そう、ストーンエッジの PP いただいてっていいか。シャドーボール。当ててごらん。あー、もうストーンエッジの PP なくなっちゃった。シャドーボール。俺待って、俺これ、え、これさ、いや、さすがにいいねなんだけど、さすがにさ、ルカリオとさ、あ、待って、ルカリオのゼードはどっか入んないでしょ。で、嫌なんだけど、この悪あがきまで粘ってみたいな感じでしょ。お前、全部の PP からさ、どんだけ時間かかる。やってること変わんねえよ、お前、最初のあの、我慢 VS コイキングじゃん、これ。俺、試合に向かって勝負に向かってたんだもん。で、このままいくと、今ね、勝負にはもう、8割負けてる。このままだと。だってこれ罠きしていけないけど、これ変えちゃいけないでしょ。みんなで白菜を応援しようぜ。見てらんねえよ、こんなの。あ、来たわ、ガブさん来ました。救助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 。俺はさ、俺の一番好きな女優の名前知ってる？最初がヤーで、最後がリ。今はもう現役引退しちゃってるけどさ、すごかったんだぜ。
俺はピラメキーノっていう番組で矢口真理がケイドロの罰ゲームでお尻ペンペンされてるのを見た。それが僕の初めての精通だった。そうして時は経ち、今二人でこの最前線。今更言葉はいらない。贈るものはただ一つの歌。風を感じて。ヘドロ爆弾。エーミール。僕が初めてエーミールを知ったのは国語の教科書。初めて見た時は正直何の記憶にも残ってなかったけど、彼の必死な姿、そうかそうか君はそういうやつだったんだねっていう、あれは歴代ビッグマム、シャーロット・リンリン、四校の一人だ。左手にゼウス、右手にプロメテウス、そんな彼女がここでくたわるはずがないんです。マジでよ、本当に誰も耐えないんだけど。くそ、ここまで来て、くそ、どうする、行け。ヤマさん、ろくでされる、やべえやべえって、助けてみんな、まずい、毒も入んねえし、ライバル外れた、終わりだ、終わりだ、もう、あ、無理なんだ。うわ、一撃タイプウィッチなのに、なんで、行くしかねえ。このレベルさ、お前の技構成見切ったぜ。シャドーボール、ヘドロ爆弾、神通力エナジーボール、すべて半減、また抜こう。よってお前は罪だ。神通力で急所とヒロミを引かなければな。大したことない。みんな、今のトレンド見て見て。なぜ彼がトレンドに乗ってるかご存知でしょうか。まだ書きましたよ。そう、俺のキララが世界一急所バレバンで降り、危ねえ、いやマジ危ねえ、いやちゃんとなんか全員使って勝った感じした。いや最後決めてくれると思った。いやトレンド見よう今の、ハッサムで乗ってる、あ俺のハッサムだ、絶対俺のハッサムだ、よかった、おしっこ漏れた。あぶねえ。よかったちゃんとなんか全員育てて、誰一人いらない存在なんていないんだっていうことを、なんかこのプラチナの実況を通してみんなには伝えられたかな。博士も戦い見事だったって言ってくれてから、見事だったんだよ多分。みんなあんな PP が枯れるまで技打ち合ったことある？ないよね。それは本気でポケモンをやってないから。そのチャンピオンの殿堂入りの瞬間をみんなで拝もうか。トイレ行きたい。みんなチャンピオン戦でモンスターボール投げたことある？ダンミツありがとう、早い。キララトレンドおめでとう、ガラル地方でまた会おうね。ビッグマム、うん、矢口真理、うん、ありがとう鈴木ムク、君が威張ってくれなかったら俺は今頃心が折れていた。てこのメンツ美しい。ちょっと最後のちょメンツ見直すか。見てこのなんか美しいステータス、素早さ以外の
強えな、ハッサムやっぱ。B 君より断然防御高いもんな。いや、特防も全然高いし、まあ、鋼虫は神ということで、素早さも割とある、まあ、テクニシャン厳選してよかったな。こいつ汚くない？あの口の周り汚れてるピザの食いかすみたいな、汚いんだよねこいつ。もうこいつとの思い出は、こいつが場に出た時危険予知が発動しなかった日はなかったなっていう。お前だけだよステータス1個も100いってないの。すごいなこいつ。あんな不思議な目とタオリンとかぶっ込んだのに、努力値もこれ全部売ってあるんですよ。まあ、みんなは毒ケールがいいって言ってエーミールを止めたけど、まあ、実質メガヤンマじゃんこれ。これ実質メガヤンマじゃない？この技構成見てこれ、何これ、こんなのメガヤンマじゃない。俺らが知ってるひどいよこいつの技構成、これ相当ひどいよ考えられる限り。すいません、ホントなんかあんな白螺旋するつもりじゃなかったの。どうにか弱いポケモンでも、こうやって紙パンでしか使われないポケモンでも輝ける場所があるからって模索したんですけど、何もなかった。特にこいつが一番いい。どうあがいても個性を出せなかったんです。じゃあ改めてポケモンプラチナ虫タイプ縛り見てくれてありがとうございます。パチャくれた人もありがとう。最後に高評価かなんかしてもらえたら嬉しいです。じゃあまた。